どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。おはぎのエコノミークラスは譲れないさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、靴下片方ない。知らんよ。前の靴下なんか大体片っぽないんだけど。前のかよ、しかも。ということで今回ですね、こちらでございます。ウェンズデイ。違うよ。何横を最近読むようになったんだよ。いやもう水といえば、はい、はい、もう人間が生きるにも必要ですし、我々、ね、絵描きにも、うん、アナログ絵師にも水っていうのは非常に大事になってくる。いやそうですね、絶対だって筆洗ったりとかするもんね、はい、絶対。そうですね、うん、水彩絵の具溶いたりとかね。ということで今回やっていく企画はこちら。レナビ、絶対に濡れない水で水彩イラスト描くとどうなるの。ギンナンギンナンギンナン、やだ、ギンナンの流星群は気持ち悪い。さすがに。皆さん、絶対に濡れない水っていうと珍しいもののようにも聞こえるけど、 YouTube においては、うん、まるで珍しくないんじゃないでしょうか。 YouTuber あるあるになってましたよね、うん、なんかとりあえずやっとけみたいな製品だと思うんですよ。ご存知ない方もいるかもしれないので、こちら、じゃじゃーん、はい、高機能性液体ノベック。あのこちらですね、絶対に濡れない水ということで数年前からずっと話題になってるものなんですけども、はい、絶対に濡れない水で絵を描いたらどうなるのかと。水彩絵の具とかさ、まあ、しっかりですけど、はい、水に溶かしてやるわけじゃん。そうなんですよ、水に溶かしてその水の溶かし具合とか、うんうん、塩梅で色を調整したりとかしていくわけですよ。そうそう、でもさ、彼はさ、俺は高機能性液体であって水ではないと言ってるの。彼はって言って、そんな彼と水彩絵の具を合わせたら運命の恋始まっちゃうんじゃないの。そういうことじゃないよ別に。デコボコ同士があったらとかそういう話ではないんだけど。てかまあそもそもね、え、お前マジで濡れないのっていう、まだ僕たち見てないから実際の効果を知らないわけよ。いやこれ万が一よ、うまいこと言ったら今までに見たことのないイラストの表現ができるんじゃないかっていう。まずさ、紙に書いたものを水で濡らすとどうなるっていう話なんだけど。いやそうね、じゃじゃーん、今ここにあるのは普通の水なんですよ。そうですね、皆さんおなじみの H2O でございます、はい、じゃあこっち側の小さじ2杯の豆のあたりからこれを流してみてください。あ、そういう感じでいきます。あ、実際紙にやると、はい、まあ、こうなるわけですよね。うわー、うん、あ、ちょっと滲んできちゃったかも。紙が、うん、あとベヨベヨになってる。ベヨベヨになるね。まあということで、この普通のコピー用紙はダメだったと。じゃあ普通だったらこっちに今から、うんうん、あの高機能性水をね、液体をかけてみましょうって話になるんですけど、うんうん、別にこれ濡らしても我々失うものそんなにないじゃない。もしかけた時にやっぱり結構ダメじゃねってなった時のショック大きいじゃん。なんでショック大きくなってたの。変態なんだけど。みんなそろそろ気づいてほしい。このチャンネルで誰よりも頭がおかしいのはこの男だっていうことで。早くみんな気づいてほしい。いやいやいや、常人ですけど。さあ、まあ15分ですかね。はい、じゃあ15分かけてなるべくこうお気に入りの絵を描いてください。お気に入りになればなるほどいいです。食べつけていくな。よい、スタート。気に入った子描きなさいって言われてる。そう、なるべく気に入ってほしい。でもビショビショでベロベロにするんでしょ。いや、わかんないじゃん。それは高機能水をさ、信じてほしいよ。ノベチーのこと信じるってこと。仲良くなって急に。急に詰めたね。会った日からなんかあだ名で呼んでいいとか言うやつじゃん、お前。ちなみに僕は高機能水ちゃん描こうとしてます。あ、本当？彼の名前は佐藤栄志郎。普通だね、結構。都内に勤務する営業マンだ。そのなりで。これちょっとセンシティブじゃない？大丈夫？ YouTube さん来る？来る気がする。それはなんだろう、この気持ち。ドキドキ。もう思春期。YouTube さん思春期。帰れお前、もうトラブルとか読んでて。ね、湯気邪魔じゃない？ね、湯気邪魔じゃない？ね、しっかり読んでんじゃねえか。さあ、ということでごめんなさい、台無しにしてもいいよって思うぐらいのお気に入りの子を描こうとしましたら、源、はい、さんが5分はみ出て20分になってしまったような気がしなくもないが、はい、じゃあいきましょう。せーの、デドン。好きそう、好きそうでしょ。好きそうでしょ。好き
しそう。 YouTube さんに阻まれた。そうだ、あのちょっとあの思春期の YouTube さんが寄ってきてたからやむなしだったこの水流。私もこの高機能性質液体ちゃんを、あ、そうなんですね、擬人化します。主人公から見て敵チームにいるクソ強いショタ四天王のうちの一人っぽくないですか。ぽいけど、ゴリゴリのなんかさ、うん、メカメカしい超でっかい3メートルぐらいあるゴリラと、はいはいはい、なんかこうスラッとした美人と、うん、ちょっと乱暴そうなさ、はいはいはい、男とこの子っていう視点でよくあるよくあるよくあるセットね、あのよく見る。これもノベックちゃんなんですけど、はい、水の世界なわけよ今これ。この世界でこの子は幼い頃から水の能力をみんながこう鍛え合っている世界の中、一、うん、人だけ水の能力じゃない子が紛れ込んでしまった。あら、エモい。その水の国が危機に瀕した時に、うんうん、水の力じゃどうにもならないことをこの濡れない水によってどうにかできるっていう。あ、いいですね、はい、さあということでこんな感じでざっくりと、ね、いや早速こっからが本編です。あ、水だ。まあ水ですよ。まあまあ普通に中身は ね、どうする？ここに出してみるか、うん、じゃあ一回ちょっと、はい。柚子の香りしませんよ別に。そんな美味しそうな香りは芳醇ですね。芳醇じゃねえよ。行く？行く？じゃあもういいよ、責任持って僕から行くわ。はい、のべっくちゃんさよなら。あーくちゃん。え、待って、めっちゃ濡れちゃう。嘘じゃん嘘じゃん。え、嘘つきじゃんそれは。ちょ、さよさんもびしょって。え、普通にめっちゃ濡れるけど。え、待って待って、大嘘じゃんね。ちょっと待って待って待って、めっちゃ濡れてる。べちょべちょ。はぁ、え、なんか面白い。え、待って待って、サラサラしてる。手についてもめっちゃ乾くが。え、でも待って、びしょびしょになる。え、待って待って待って。あ、でも待って待って、さっきはさ、こんなことしたらさ、うん、あ、そうだ、ビリビリだったもん。ビリビリになったけど全然だ。マジか。え、てか私もう表面、え、さっき乾いたね。乾いたんだけど。あ、待って、下、え、見て、もう消えちゃう。え、すごーい。え、待って、すごっ。え、待って、これノーダメージじゃない？え、もう全然普通の紙に戻ったんだけど。え、やばっ。ということで、まずこちらの高機能水は、はい、手にかけても大丈夫。うん、全然平気、うん、じゃあ、まあまあ、こんなもんでしょう。次の挑戦行ってみますか。はい、はい、ということで、はい、次の検証なんですけど、去年かな、さやがね、インクを買ったんですよ。耐水性のインク。そう、まあ、ちょっと見せた方が早いね。あ、そうね。そう、こちらがこれが耐水性のインクですね。そう、耐水性のインク、つけペンとしてこういうのにつけて書いて線をね、ペン入れしても、うん、乾けば水彩とかカラーインク塗っても大丈夫。あ、そうそう、上からお水流しても大丈夫っていう、はい、っていう耐水性のインク、うん、でさっきのミリペンも耐水性ですね。乾いたら。そうですね。じゃーん、これは普通のカラーインクなので水に溶けます、うん、はい、私はあのこれを耐水性だと思い込んで買ってしまって、あの事故が起きたと。その時のツイートを見てもらうと分かるんだけど、水に強いさやさんと水に弱いさやさんっていうあの謎の絵があったんですけど、今回ちょっとそれをもう一回やってみようかなと。そう、このノベックちゃんでもう一回やってみようと、はい、水に弱いインクにぶっかけたらどうなるのか。はい、さあやってみましょう。さやさんを生み出していきますか。そうですね、さやさんを生み出してみてください、ね、まあとりあえずあのここにあの3人のさやさんが誕生したわけなんですけど、はい、左から順に水に強いさやさんですから、はい、これは黒い絵の耐水性ですね、はい、水に強いさやさんで、こちらは水に弱いさやさんです、はい、でもなんか余裕そうですねこいつでこちらはもう本当に水に弱いさや。じゃあ本来水をかけるとどうなってしまうのかと、まあ、とりあえず水に強いさやをかけてみましょう。はい、いくわよ。はい、まあ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 、はい、とりあえずこんな感じで。全然でしょ、もう意に介さずって感じでしょ、うん、水かけても大丈夫ね。まあとりあえずもっと乾いたら、おそらく筆で水でなんかこう水彩でやっても全然大丈夫なやつですね。そうそう、まあ、とりあえずじゃあこの水に強いさやさんはまあ大丈夫だったと、はい、うん、大丈夫だったと。で今度本当に水に弱いさやさん、行きましょう。ポタ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 、あー、さやさんが、さやさん綺麗だな、結構いい色してんな。ご覧ください、水に弱いとこういうことなのです。まあということで、はい、これノベックちゃんどうなるんかちょっと気になるね。ちょっと気になるね。じゃあやってみましょう。緊張するね。ではまず水に強いさやさん、まあ、こっちはね、こっちはなんかなんならもうちょっと濃くなったもんね。まあ基本的には、ね、まあ、水でも大丈夫だからね、うん、さっきね。はい、じゃあ次です。次、まあ、余裕そうですよ。余裕はっはっはなんつって余裕そうですけど ね、いきます、いきます。あれ、え、マジで？え？え、すごくない？液体同士がやっぱぶつかっちゃってるからダメなんじゃないかなって思ったけど、え、すごくない？あれ余裕だ、やっぱり効かぬわってか。アップにしてもほら、え、全然滲んでないよ。これ画期的な水彩イラストが描けるかもしれない、ね、これは来るかもよ。これ同じインクですよ。え、そう、2つとも同じインク。え、
いね。いやこれは面白い、うん、では本題。本題、絶対に濡れない水 VS 絶対に水彩絵の具として使いたい絵師、ここで対決やっていきたいと思います。イエーイ。はい、ちょっと予想してみようかなっていう。僕の予想は全くこいつと絵の具っていうものと混ざらないんじゃないかっていう。そうそう、水と油になるんじゃないかっていう、僕はそういう仮説。私は一旦は混ざっちゃうんじゃないかなと思って。その後分離する。肉眼では混ざってるように見えるけど、うん、もうすぐ時間が経つと、はいはいはい、水の部分だけ消えちゃうから、ポツ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 みたいな感じで残っちゃうのかなみたいな。でも逆に言うとそれできたらめっちゃおもろいけどね。確かにね、まあ、気になるところだと思うんですが、皆さんもねどういう風になるんだろうって予想しながら見てもらえればと思うんですが、はい、今回絵の具2種類用意したよね、はい、いつもさやが使ってる水彩絵の具がこちらね。皆さんがあの学校とかでもね、まあ、使う、うん、水彩絵の具といえば、うん、まあ、こういうやつですね。こういうチューブ型の透明水彩と、はい、これはあの透明水彩ホルメインさんのやつですね、はい、そしてこれはいつもさやが使ってるカラーインク、はい、カラーインクっていう、これはドクターマーチン、まあ、さっきのとこれと一緒なんだけど、うん、これさっきはこれを描いてから上に乗せるってやってたけど、ね、うん、これ先に混ぜ、そう混ざるかって塗ってみるっていう方法を2種類試していこうと、はい、まあ、とりあえず描いてみよう、塗り絵作るとこ、塗り絵作ってみようか、うん、簡単に。とりあえずもうノベックちゃんで死ぬことはないと思われているミリペンでいきましょう。じゃあさっきのノベックちゃんがこう、あ、もう一回描く、うん、前ノベックちゃんがこう、生産は西賀美月さん、うわー、ポッ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 、好き、好き、やめて勝手に自己完結すんの。パクロミさんでもいいな、あ、好き、あ自滅すんのさあ、ということで、では、まあ、なんとなくざっくりと塗り絵っていうか塗れるのかっていう話なんですか。はい、それね、いきます、せーの、デドン、はぁ、あはん、さっきの子じゃん。いや、そう、さっきのノベックちゃんです。さっきのノベック、さっきのこの子なんだ。あ、そうそうそう、ちょっとなんか育ってるけどね、ちょっと戦闘タイプ、うん、だいぶ育ったの、うん、かわいい、かわいく描けた、うん、これは地球外の不時着した星のやばいなんか原生林みたいなところの中に行ったら、光の中この子が振り向いて立ってたって、くっそエモいシーン、エモー、大好きなんです、そういうシーン、かわいい、すごくかわいい、そういうシーンでございます。じゃあ果たしてやってまいりますか、はい、ついに、さあ、ということでやってきましょう。皆さんは水彩、僕はカラーインクでちょっと、はい、チャレンジしていこうかなと。あとね、ちょっと僕もう一個気になるのがあるんで、ここのコピックインク、はい、アルコールインクも実際どういう感じになるのかと、うん、怖、じゃあ行きましょう。全然溶けない、え、なんか貼り付いちゃうんだけど。インクとして機能しなくない？え、待って、周りに貼り付くんだけど、どういうこと、どういうこと、ていうか、なんかこの器の液体に追いやられて端っこにそんな感じか、ぺったりついてるって感じがするな、うんうん、これでじゃあちょっと待って、色乗せるとどうなの。カラーインクの色そのままだ。え、っていうかさ、チューブの時よりパサパサしちゃうんだけど。あ、わかる。え、待って、こんなんなっちゃった、もう、え、乾いちゃった。え、ダメだこれ、絵師負けた一瞬で負けたが、はい、あ、見て、どうした、普通のお水につけ直したら全然普通に使える。あ、そういうこと。そう、皆さん、あのコピックインク、はい、これをこれ見て、あ、コピックインクを乗せて、コピックインク乗せてる、これの上にのべちゃんをやったら何か変わるかと。のべちゃん、いってらっしゃい。さあ、どうなる。いや、何も起きないな。そもそものべちゃんによって水で起きるようなことが何も起きていない今、うんうん、ね、待って、今不思議映像捉えた。ちょっと見ててほしい、見ててほしい。ちょ、分かりやすく青いカラーインク垂らしてみようと思うんだけど、うんうん、これ見てていくよ、はい、あ、はい、こういうことです。もうこれ全部端にくっついちゃってんのよ。なんかすんごい不思議な今瓶ができてる。綺麗なガラス瓶になっちゃった。ね、なんかガラス細工瓶みたいになっちゃって、ね、ほら。おもろ。これノベックとは全く合わさってないね、これ。合わさって周りが青くなってるだけってこと。うん、そうだね。え、なんかどっかに出してみる、じゃあ。じゃあこれをそのまま、じゃあこれをちょっと垂らしてみましょう。これ青いノベックが出てくるのか。それとも？え、でもなんか。あー！あら！え、待って、プルンプルンになってんだけど、インクが。すごい。あ、今これ割れてるだけだよ、それ。弾いてるよ。でもさ、一、うん、つもう一個疑問ね。これが乾いたらどうなる？乾いたらどうなるの、それ。そう。で、普通の筆でやると伸びるの、ちゃんと。うん、普通の筆でやるとこんなガサって変な割れ方しないね。同じ筆の動きしてもこうなっちゃうね。乾きましたが、ガサッとした、テクスチャ出たね。紙の繊維が出た感じがする。面白い。はい、まあ、ということでこんな感じになったけど、はい、じゃあこっちに戻りますか、一旦。ノベックに敗北宣言して水に土下座して書かせていただくという、うん、これなんか普通のただの追いかけチャンネル、追いかけチャンネル、ね、はい、今日はご覧はしませんということで、はい、はい、ということでノベックちゃんには完全敗北したんで
あのただただふんわり色塗り楽しいんだ、はい、せーの、どん、はい、地球に感謝を捧げた一枚です。どうです、あの褐色ちゃんです。あ、可愛いです。可愛いですね、うん、あのいろいろ文様がこう白い文様が浮かび上がってる褐色ちゃん。検証結果、絵師敗北。まあこれからはちょっとまあどうにか使えないかっていうのはちょこちょこ試していきつつ、はい、ノベックちゃんは神棚に飾って崇めていこうと思います。やめろよ、使ってみろよ。さあこれですね、実は急遽撮っております。当日、はい、今撮っているんですけども、ちょっと思いついてしまって、逆にね、うん、水に濡らすことで表現ができるんじゃないかと。一瞬のね、こう溶かして何かが変わるかもしれな い、はい、なんかそんな絵をちょっと悲しい物語を、はい、なんか連想される曲が、いやもう曲がまず悲しいよこれ。あのちょっとさっき僕がね、はい、見繕って悲しい曲を載せてしまったんですけども、すごい悲しい曲ですよ、はい、でこれはそしてそれに合わせるようにさやさんが、はい、何か拝んでいるような男の子が、なんかすがっているような男の子を描かせていただきましたが、はい、そして僕もなんかこうどうにもなんかこう切なそうな顔した、なんかね慈愛に満ちた女性が、はい、いますね、現れましたね。これはね、今からこの女性はいなくなってしまうかもしれません。はあ、そんな表現が水を使ったりできるんじゃないかと気づいてしまったわけですね、はい、それをちょっと試してみたくて、はい、そして皆さんこのシーンを見てね、どんな感じのストーリーがあるのかとか解釈していただけるととても嬉しく思います。嬉しく思います。全然おふざけしないんで、最後ちょっとしんみりして終わるんで、ぜひご覧ください。完成しました。完成しました。まあ、こんな感じの、はい、二人の関係はね、何の変哲もないね。で、何なのか話せるの準備を。